どうしたんだ。え？サキさんが？それだけじゃないんだ。元気でねなんてお別れみたいなこと言うんだ。いやこれは深刻じゃないか。トリンって思う。いやもっと前になるべきだけどなこれ。泣くなよ。よくわかんないよ。お別れって。遊園地に行こう。誰の気持ちが知りたいの？サキさんの気持ちが知りたいよ俺は。何を考えてるんだ。名前を思い出すだけで胸が苦しいです。サキさん。お、サクさん。ごめんなさい、待ちましたか？いや、待ってないけど、怪我重いの。はい、もう治っちゃいました。すごい回復力だな。実は聞きたいことがあって。はい、何ですか？マナムが変なことを言うんだ。サキちゃんがお別れを言ったとか。うわ、だんまりだよ。本当なの？いいよ。あ、始まりますよ。なんかすごい神妙だな。ゴジラベースキングギトラ両者のメインバトルの舞台は港未来に。終わった。気がつきましたか？夢だったんかな今の。そんな顔しないでください。大丈夫です。私はクレジットをいくつも持ってます。ひもかが始まってるの。私の質問に答えてもらわないと渡せないんです。いいでしょう。じゃあ始めますよ。答えましょう。頑張っ、答えてください。はい。虹色町にいつもやってくる怪獣の名前ってなんだか知ってますか？早く答えてください。チャンドラー。そんなに自分を責めないでください。誰だって調子の悪い時はありますから。嘘でしょ。もう一回やんの俺。なんとかコンティニューも増やしてここまで戻ってきたわ。始まりますよ。行こう。もちろん特撮で。答えてください。ちょっと今待って、ヘッドセットがいない。ジャイアントロボでロボを操る少年草間大作が所属する正義の組織はどれ？時間がないです。ユニコーン。いけるぞ。ウルターマン80の地球での姿はヤテキタケシ。何て言うんだろうな。登場時の職業は中学校教師。80好きなんですよ。ウルトラマン80ってやつ。ウルターマン G の G は何？グレートです。 You are a pen 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 pat。 返事しなくてもいいですか？一つも曲歌詞が出てこねえっていうね。はい、すいません、ふざけました。私この星空が好きです。この星空を守るためなら命もいらないと思ってます。うん、それが私の仕事だし、私が地球にいる理由だから。地球にいる？信じないかもしれませんけど、私この地球を守るためにアンドロメダから派遣されました。すごい。派遣社員だったってこと？派遣防衛軍だったってこと？つまり、いや、そういう当てはまる言葉を知らないから。初めは迷ってたけど、だんだんこの星とこの星の人たちが好きになって。うん、宇宙人なんです。そうかなと思ったよ。問題です。どういうことこれ。描写がわからん。古典でサウザウシとは騒がしい。違います。寂しい。問題です。寂しい。函館。
小倉、はい、競馬場じゃないか。中山競馬場です。問題です。ゴルフのコンペなどで最下位から2番目のプレイヤーに与えられるのはブービー賞。問題です。孫文が唱えた三民主義関係ないのは、はい、三民主義関係ないのは次の人、ま、です独立。違った。問題です。わからん。勇者ライディーン、主人公はライディーンのどこからの国。お腹あたりだよね。答えてください。へそか。違います。額だったわ。答えてください。全然違った。妹よ、主人公松井由紀子を演じるのは涌井絵美。やったぜ。私この星を守りたい。この星の人々を、そしてあなたを守りたいんです。サキさん、確かに私の任務期間がもう終わりなんです。それにもう体もダメみたいだし。マジ？分かってるんです。限界なのは。私あなたに会えてよかったです。それじゃさよなら。わ、兄ちゃん出たよ。いつもと違う怪獣だよ。今度はロボットだよ。マジ？知ってみよう。危ないよ。どうすんだよ。俺らでもできることはあるかもしれないだろ。サキちゃんがいるかもしれないだろ。会いたくないのか姉ちゃん。会いたいよ。そういうことか。うわー、ロボットだ。あんなあれ、姉ちゃん。民間人は下がっててください。うわー、バットマン&ロビンでアーノルド・シュワルツネッカーが演じたのは、ミスター・フリーマンです。問題です。あれはなかなか面白い。ゴジラが放射能を吐くと光るのは体の背びれです。正解です。答えてください。映画スター・ウォーズ特別編で砂漠のシーンに CG 合成されたストームルーパーが乗っていたのは何でしょう。答えてください。全然わかりません。まだですか。デューバック。あー、デューバックって分かってたのに、今分かってたのにやばくて選んじゃった。ウタセブンが地球を去った理由は次のうちで、過労のため、昇進したため。あ、昇進したため。過労のためだ。答えてください。ウルタマー A ですか。エースに登場した地球防衛軍はこれね、ザットとかじゃん。違います。タックだったわ。問題です。ごめんよ。ガメラ2の問題、最後にホナミはガメラが命がけで守っているものは何と言う。地球の平和。地球の生態系なんですね。仮面ライダー X に登場した悪の組織は GOD につきます。これ何回も答えた気がするんだけど、これが私の最後の任務です。あのロボットは今までとは比べ物にならないほど強いんです。私頑張って学ぶ君や町の人々を、そしてあなたを守ります。それじゃこれが最後になるかもしれません。そんな、待って、サキちゃん、約束してほしいんだ。必ず帰ってくる。それはまた遊びに行こう。今度は学ぶも一緒に。待ってるよ、俺待ってるから。問題を預かるぞ、これ。水色時代、主人公の友人である飛田智子のあだ名ちゃんは、あだ名ちゃんはってなんだ、あだ名はなんだ、飛ちゃん。とんちゃん。中森明菜のデビューシングルは少女へ。スローモーション。いやー、苦しい。問題です。競馬の前、二世ジョッキー福永祐一が父と同じ
非常停止処分となったのは不可重量不足。野球でワンバウンドしたボールを打者がホームランすることになる。それはホームランです。答えてください。映画ウルトラマンゼアスを提供しているのは出光です。正解です。答えてください。漫画ドラゴンボールブルマの父親はブリー。答えてください。ボクシングの辰吉丈一郎は何話のジョー。正解です。いけるだよほんま。預かるものってなんだ。姉ちゃん頑張って。約束です。きっと。それじゃあ失礼し、いえ行ってきます。泣いてる。ヘルメットを預けてた。いや頭部の怪我が多いんだから頭部は持ってかなきゃいけないんじゃないの。どういうこと？やったわね。クリスタルは必ず力を貸してくれるわ。そうなんだろうけどさ。サキちゃんはもういないのか。さあ問題。縄文文化を代表する土器の特徴はどれでしょう。わかりません。厚手の黒褐色だそうです。キャベツと白菜の雑種の名前は白蘭ですね。じゃあ問題。魚が餌を食べていることを知らせる道具は浮きです。問題。悲しくなってきた。バイクで前後の車輪中心点間の長さのことなんていうの。ホイールベース、ホームベース、セカンドベース、ホイールベース。なぜか、男の子だから泣かないんだ。ああそうか、強いな。姉ちゃんも褒めてくれるぞ。あ、泣く。姉ちゃんいや、気持ちはわかるわ。これ今は佐々木が意地悪だな。もう、咲ちゃんはいないんだな。ダメか。じゃあ、そうだな。三島由紀夫じゃない？早く答えろ。あ、ちょっと説得自殺じゃない。なのかよ。羅生門といえば芥川龍之介。じゃあ問題。サックスプレイヤーとしてアルバムを出している俳優は次の世代。早く答えろ。武田真治。このゲームやたら武田真治出てくるな。サメガメを英語で書くと。サメガメじゃない。ボスを倒すか。オーケー。俺も泣かないようにするわ。誰の気持ちが知りたいの。サキちゃんね。必ず帰ってきます。この言葉だけが佐々木の心に。ボスを倒そう。ボスを倒して平和を取り戻そうじゃないか。さあついに来たぞ。とうとうやってきた。ほんとだ、この実況マジで長かったシリーズ。いやもうそういう話のないんだリンツ。何にもだ。とにかく進めよう。脳が疲れてる完全に。行くよ。甘いものを欲してるもん今。やるじゃない。行くよ。デビルマンの主題歌デビルアイは投資力では、デビルカッターは岩砕く。行くよ。世界最大のコウモリジャワ王も、あー知らねえの。3メートルぐらいじゃない。問題で出た名前に。タミヤから発売された戦闘機模型型うち32分の1スケールで商品化されていないのは。トムキャット。わかりません。
超三騎士。もうなんて読むんだこれ。まだ？早くしてよ。早く。どんなもんか。平凡な人なんだ。カプコンの家庭用ロックマンバトルズレースゲームです。あ、個体見える、個体見える、来たわ。これが最強、本当に。これが至高。どいてろ。さあ、ついに来たぞボス。選ばれし者とは貴様か。本当の意味で最後だこれが。完全復活の前にお前の力を試してやろう。やってやろう。答え。俺には答えが見えるぞ。ぬるいな。答え。何でも来い。ぬるい。最速で答えてやる。答え。ぬるいな。やばい。答え見えるがなくなった。一般人に戻った。プロ野球で満塁振り逃げ本塁打の珍記録を持っているな。え？どうし。満塁で振り逃げで本塁打。時間がない。何ですかそれ。知りません。山内和弘さん、すいません。フローラ、アプティバ、なんだ。時間がないぞ。マック、パソコンですか。へえ。次のうち寄生植物じゃないのはどれ。シイタケ、昆布ですか。なんていうんだこれ。農場っていう。どうして時間がないぞ。おっ、やった。答え。格闘ゲームヴァンパイア、ザベルが王家の裁きを食らうとなるギターの種類はどれ。あ、ザベルがフライング V でしょ。格闘ゲームを間違うわけにはいかないかな。だがこれくらいのことでは私は通せないぞ。そうだろうよ。どうする。どうするもこうするもない。やるしかないんだ俺は。クイーンオーブか。そうだ。だがまだまだ私は通れん。だろうよ。よし、行くぞ。仮面ライダーから仮面ライダースーパーワンまでの技とを担当したのはジャック、王の研究会さんですか。すいません。あ、英語でできる。英語ならいける。英文、 You are as my aunt。 どうし、時間がないぞ。どうし。ヤンガー、ヤングだったわ。全然英語ならいけるって。嘘ばっかり。セパレート、ワンルーム、スクール、水着か。ワンピース水着です。スパイスの一種。インドネシア、モルカとタメリ、 T 字とも呼ばれる。クローブ、何ですかそれ。 T 字って。ゲームでいこう。将棋の問題、王将を隠し身に動かして、周りに駒を固める。これは穴熊ですね。攻撃か。答え。角隅っての。次のうちレーザーディスクを使ったアーケードゲームはどれ。全然わからない。ロードファイター、ロードブラスター。強すぎるんだよこいつ。魔法騎士レイアース、成長する武器を作ることができる伝説の鉱物は何。オリハルコ、エスクー。答え。戦闘機 F-14 トムキャットが初めて実戦出撃したのは何戦争。湾岸戦争。わかりません。助けてください。カルビーポテトチップス CM で北海道の農場を働く青年を演じているのはどれ。大沢たかお。朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた場所はどれ。これはね、なんとか天。あー、全部天だったわ。長谷川主催の模型コンテストは、どうした。ジェームシー。これね。劇場アニメクラッシャー、ジョーたちの母船となる宇宙船は、どうした。ガレオン。ミネルバだそうです。何にも分かりません。
文系でいこう。功利主義的な文学観を否定して文学独自の価値を貫いた、いや解いた坪内なんとかの作品はどれ。全然どうなまだよ、分かんない、分かんないよ。フェラーリの羽馬のマーク、中にはアルファベット2文字でなんとかかる。フェラーリ SF だって知らないんだよ、何にも分かんない俺。漫画でいこう。漫画お宝姉妹の大冒険、主人公の2人サンゴとアメジスト、ファイヤーズ。500cc78 ライダー車、あーこれ分かるかも、レイニーレダーツ。マージャンパイを使わないパズルゲームは、上海を使うじゃん、琉球聞いたことないもんね。95年に公開されたガメラのサブタイトルはどれ。大怪獣空中決戦、怪獣総進撃はね、あるもん、総撃進かな。ビビアンスーのファーストアルバム、ファーストシングルのタイトル、唇の神話、なぜか当たるな。うるせえ奴らや機動警察パトレイバーで知られる押井守監督の実写映画デビュー作という。時間がないぞ、赤い眼鏡いけるでー。サキさん、ファイトです。答えやろう。答えアニメ覇王大家竜ナイトゼファーは精霊石の力で何に暮らしてんじゃけ。時間がないぞ、竜筋。答え平成7年の大相撲九州場所の優勝決定戦で若乃花が対戦した同部屋の力士は貴乃花。やったぜ、やったー、終わったー、助けに来ました、サクさん。誰なんだお前。ただいま。さきさん。あぶない、ちょっとうるっとした今。あなたも地球を守ってたんですね。そうなんだよ。そうだな。そうなんだな。この話をするべきだったのかもしれないな。言ってくれればよかったのに。うん。ありがとうさきちゃん。そうだな、みんなあなたの努力の成果よ。この動画を見てくれたみんなも俺の協力者と言って差し支えない。ふふん、分かってるわよ、あなたの考えていることぐらい。お見通しってか。あの子にもう一度会いたいんでしょう。任せて、世界を救ってくれたお礼にあの子のところに連れてってあげるわ。いいやつだな、この妖精は。あなた自身の問題よ。わかった。誰が好きなのよ。そうよね、ここタイム出ないよね普通ね。サキさん、サキさんね、この半年間いろんな人に出会ったけどずっと一緒にいたい、感謝伝えるんだ、サキちゃん。嬉しいです。感激です。遊園地行った時と同じだ。地球を守るお仕事ってあんまり辛いので、あのまま帰っちゃおうなんて思ってたんですけど、辛いから帰ろうとしてた。やっぱり戻ってきてよかったです。
かった。これからもデートしてくださいね。今度のデートは世界中を案内してくださいね。いいだろう。これからもあなたのことを守り続けます。これからいっぱいいっぱい一緒にいよう。そして二人のその後は、あの二人はすぐに結婚したみたい。へえ、あの二人って普通の女の子としての暮らしと、うん、地球防衛軍の隊員としての暮らしをうまく両立してるみたいね。いいね。あなたもそのあたりを理解してあげて、二人は幸せそう。ロボがわーってなってるから。魔王が去ってもまだ来訪者が来るわけ。ここら辺はよくわからんな。じゃあ魔王が問題ではなかったの。もともと住みやすいんだろうな、他事務所じゃないけど、他の世界の人たちから見てもそういうことでしょうか。いやー長かったこのシリーズ。じゃあ最後に、まあ、エンディングを見たら、全員のおまけを見て終了にしたいと思います。おまけに関しましては、まあ最終回の、そうですね、後にあげようか。まあ動画変えようと思う。これはこれで、おまけはおまけであげたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた、お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼いたします。